はい、ゴーちゃんです。今回はね、BBM2023 スポーツカードセット席別ということでやっていきたいと思います。内容についてはね、2022年限りで、まあ、現役を退かれた、トップアスリートの方の、まあ、カードとなっております。まあね、サブタイトルがいいですよね。勇気と感動を与えてくれたアスリートに心からの感謝を込めるということで、僕も心からの感謝を込めて開封していきたいと思います。はい、そういうことで、レギュラーカードうどめさん、のみ選手、糸井選手、宇都宮選手、川島、あ、慶三さんですね、金子、あ、金子選手、坂口選手、松田、志麻選手、白浜選手、明石選手、井上選手、小金選手、平田選手、松永選手、小峰雄太選手、福山選手、熊代選手、阿部選手、竹熊選手、中田選手、白崎選手、杉谷選手、山下選手、鎌田選手、本当にないですね。寺島選手、コントロールがね、ちょっと良くなっちゃったですよね。お、福士さん、中距離、僕は中距離だったら、本当ダントツに強かったなと思うんですよね。マラソンも強かったですけど、ね、福島さんは、まあ、個人的に僕も陸上っていうか、走るの好きなんで、なんですけども、唯一日本人で、まあ、海外と勝負ができるアスリートだったんじゃないかなと思います。海星さん、入江さん、駒野選手なんかすごい良かったですね。加藤選手、加藤ジョージさん、高木さん、スピードスケート、山田さん、グラムトさん、何かすかさん、畑田さん、三好さん、バスケットボール、山崎さん、この人確かあれですよね、賞金王になったんじゃなかったかななんて思うんですけどね。ということで、一番下が確かインサートっていうことで、入っております。インサートカード、野球選手ですね。ダダン、宇都宮選手の、これがシリアルなしですね。はい、ということでサインカードですけれども、横版ですね。横版ってことはシリアル何枚かな、59枚ということで、5番に行きましょう。松田投手さんのサインカードになりました。はい、松田投手はね、おととし、去年の楽天のチームエディションでサインカードが出た覚えがあります。ということでね、はい、今回はね、BBM2023 スポーツカードセット席別ということで、やってきました。このような感じになりました。はい、次回はどうなるかわかりませんけれども。はい。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。バイバイ。